香川真司、10代で日本代表に入り、ヨーロッパの最前線で活躍した日本屈指のアタッカー。本日はドルトムントに愛され、ドイツで旋風を巻き起こした始まりの2年間を振り返っていきます。2009年 J2 リーグ、所属のセレッソ大阪では乾貴士と共に得点を量産。ミッドフィルダーながら27ゴールで得点王を獲得し、まさに J2 で無双状態。チームの J1 昇格に大きな貢献をしました。その活躍は翌年 J1 に舞台を移しても変わらず、開幕から2ヶ月半の11試合で7ゴールと勢いは止まらず、この活躍と才能はすぐにヨーロッパのクラブから注目されるようになり、2010年7月1日、ドイツブンデスリーガーの古豪ボルシア・ドルトムントに移籍することになります。移籍金は4500万円。香川自身は毎試合ホームゲームは8万人の観衆が集まるスタジアムに感激し、この決断に至りました。当時のドルトムントは2008年に同じくドイツのマインツからユルゲン・クロップを指揮官に招聘し、チーム改革3年目。クロップになってからは世界中にスカウト網を張り、若くて才能ある選手を安く獲得し、育成に力を入れチームを強くしていく方針になりました。クロップのチームは運動量をベースに前線から激しくプレスをかけて素早く攻めるスタイル。1年目は6位、2年目は5位と着々と順位を上げていき、この2年でディフェンダーのスポディッチやフンメルス、テントリアのバリオスなどを補強、またゲッツやグロスクロインツなど下部組織から昇格し戦力に加えるなど、チームの若返りと戦術の浸透が進んでいきました。そして今シーズン、前年度までの課題であった中盤の選手の得点力不足を解消するために、チームのラストピースとしてこの21歳の日本人選手に白羽の矢が立ちました。香川はチームに合流し練習に加わると、すぐに指揮官のハートをつかみます。開幕前のテストマッチでは当初左サイドに入っていましたが、昨シーズンまでのトップ下、エジプト代表モハメド・ジダンの負傷もあり、ポジションも中央に移すとチームにフィット。今シーズン初の公式戦となったヨーロッパリーグカラバフ戦に出場すると、いきなり2ゴールの活躍。ドイツブンデスリーガの開幕戦にもスタメンで出場。第3節ボルフスブルグ戦ではブンデスリーガ初ゴールを決めるなど、実力を証明していきます。そして香川の評価をドイツで絶対的なものにしたのは2010年9月、第4節シャルケ戦です。ドルトムントとシャルケはドイツの産業の中心地であるルール工業地帯、同じ州に本拠地を置くライバルチーム。レビアダービーと呼ばれたこの伝統の一戦はドイツ最大のダービーマッチで、両チームのサポーターにとっても特別な試合です。香川は試合前に言います。僕が2点取って2対0で勝つ。試合は前半20分、香川がドリブル突破から左足シュート、相手ゴールキーパードイツ代表ノイアーから先制点を決めてみせます。さらに後半13分、右サイドからのセンタリングを左足で合わせて、この日2点目。結局香川の活躍により3対1でドルトムントの勝利。頭が真っ白になったと本人が振り返った通り、この2本のシュートは香川自身にとっても、そしてサポーターにとっても衝撃的で、このダービーでの活躍がドイツで真司フィーバー誕生の瞬間となりました。ドルトムントの選手、サポーター、スタッフの信頼を完全に勝ち取った香川は、その後のゲームでもボールが集まり、香川の動きながらボールを受け、パスやシュートに持っていくスピードにドイツのディフェンダーは対応できず、そして中間ポジションでボールを受けてターンする形はチームに多くのチャンスをもたらしました。前半戦を終えて8ゴール1アシストとチーム内で一番得点を決めており、そのゴールの半数以上が決勝点とチームの躍進に大きく貢献。14勝1分け2敗でリーグの首位に立っており、ドルトムントの9年ぶりのリーグ優勝が現実を帯びてきました。最高のコンディションの中、1月、香川は日本代表の公式戦アジアカップに招集されます。が、これが悲劇となってしまいます。アジアカップ準決勝韓国戦、右足付け根を骨折。香川はここまでドルトムントと日本代表の試合、計27試合全てに先発出場。疲労が蓄積し骨折となってしまい、今季絶望の診断が下りました。指揮官クロップは、我々にとって大きな打撃だとコメント。ドルトムントの CEO もとても辛い、我々にとって彼は特別な存在なんだ。優勝が視界に入ってきた中での負傷離脱は、香川自身も大きなショックを隠しきれない様子となりました。しかしドルトムントは香川不在の中でも強さをキープ。香川の代わりに出場することになったレバンドフスキーはその穴をしっかり埋め、見事この年のブンデスリーガのタイトルを獲得します。香川自身は悔しさの残る後半戦となりましたが、優勝に貢献したことは間違いなく、ドイツの大手老舗サッカー専門誌キッカーは、
香川真司を前半戦のミッドフィルダー部門で MVP に選定されるなど躍進のドイツ1年目となりました。ドイツ2年目、香川自身そしてチームとしても2連覇を目指す今シーズンでしたが、チームは絶不調のスタートを切ります。6試合を終えて2勝1分け3敗の11位。香川自身も第6節ハノーファー戦でようやく今季初ゴール。しかしこの試合は終了間際に2点を奪われ1対2の敗戦。今シーズン不調の原因はいくつかあり、一つは昨年ボランチとしてゲームメイクを担当したヌリシャヒンがレアルマドリードへ移籍したため試合をコントロールできる人間が不在。代わりの新加入ギュンドガンはチームにまだフィットしきれない状況でした。さらにフォワードバリオスの離脱。チームのワントップを担当するバリオスは得点を取ることだけではなく、香川や他のミッドフィルダー陣がエリア内に入ってくるためのスペース作りやポストプレーが得意なため、バリオス不在はチームとしての攻撃力に大きな打撃となりました。中でも不振の一番の要因は代表選手の急増かもしれません。昨シーズンが始まる前に行われた南アフリカワールドカップに出場したのはチームでバリオスとスポディッチだけでしたが、現在はベンダーやシュメルツァー、ゲッツやフンメルス、ギュンドガーなどがドイツ代表に招集され疲労が蓄積。メディアからの注目も高まったため精神的なプレッシャーも急増。そして以前までは国際 A マッチデーでも多くの選手がチームに残っているので十分な練習が行えたが、それもできず昨年との変化に苦しむスタートになりました。指揮官は強調します。自分たちのサッカーをやるんだ。昨シーズンあれだけのサッカーをやれたんだから、あとは気持ちだけだ。自分たちのスタイル、強みを今一度選手たちに訴えかけます。そして第7節マインツ戦からドルトムントは息を吹き返します。新戦力のギュンドガンやワントップを務めるレバンドフスキーも試合を重ねるごとにチームにフィット。香川自身も昨年の姿、それ以上のプレーを見せます。年が明けたホッフェンハイム戦では昨シーズンのシャルケ戦以来の2ゴール、ブレーメン戦ではバースデーゴール、ケルン戦でも2ゴールと躍動。昨シーズンはエリア内で味方からのパスをワンタッチで合わせるゴールやこぼれ球を押し込む形で得点を奪うことが多かったですが、今シーズンはドリブルからのゴールが増え、得点に貪欲な姿勢が見られます。さらにアシストも増え、レベルアップしたパフォーマンスを披露することとなりました。気づけばチームは28試合連続無敗という成績を残し、第30節のバイエルンミュンヘンを1対0で下し、ドイツで絶対的王者として君臨するバイエルン相手にシーズンダブルを達成すると、32節ボルシア戦、香川のゴールもあり2対0で相手を退け、2試合を残しリーグ2連覇を達成しました。香川はマイスターシャーレを掲げることとなりました。そしてリーグ戦全日程が終了後、ドルトムントはさらにカップ戦でも決勝まで勝ち上がっていったこともあり、バイエルンとの決勝戦に臨みます。そしてこの試合、イングランドプレミアリーグの強豪マンチェスターユナイテッドの指揮官アレックス・ファーガソンが視察に訪れます。お目当ては香川真司です。翌日ユナイテッドは逆転でのリーグ優勝を狙う大一番を控えている状況でしたが、それでも香川真司のプレーを見にわざわざドイツに赴いたことでユナイテッド移籍が現実を帯びてきました。この試合ドルトムントは5対2で完勝。香川自身も1ゴール1アシストと結果を残し、チームはリーグ戦に続いてカップ戦でもタイトルを獲得し2冠達成。香川自身大成功といえるシーズンを送ることとなりました。そして2012年夏、新たな挑戦となるマンチェスターユナイテッドへ移籍することとなりました。香川真司のドルトムントでの活躍は衝撃の連続でした。キレキレのドリブルに決定力、すごい選手が現れたなと僕自身ワクワクしていました。ベルギーで復活して日本代表でのプレーがまた見れたらいいですね。皆さんはこの動画を見てどう思いましたか？みんなの意見をお聞かせください。あとチャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは次回の動画で、バイバイ。